沿岸の漁業や南極を拠点としない、小規模な観光を除き、南極の経済活動はない。南極ドルという記念品がアメリカ合衆国とカナダで売られているが、法定通貨ではない。1998年7月から1999年1月末までの南極の水揚げ量は、およそ119,898トンである。規制されていない漁業の水揚げ量は、 規制された漁獲権の5から6倍多い。さらに、伝えられるところでは1998年、南極近海で違法漁業があり、最低でも8層の漁船を押収した。南極海資源も参照。小規模な観光は1950年代からあった。1969年以降、3万人以上の観光客が南極を訪れた。 1998年から1999年の間の夏は計1万13人の観光客が訪れた。そのほとんどは16隻の商業用の船と夏の間合わせて116回も航行した何層かのヨットでやってきた。ほとんどの観光客はおよそ2週間旅をした。2010年現在は南極特有の絶景を見に来た。 観光客を乗せた船が何隻か訪れる。また、オーストラリアを飛び立って南極に着陸せず帰る観光飛行もある。なお、1979年に起きたニュージーランド航空901便エレバス山、墜落事故以後ニュージーランドからの同様の観光飛行はなかった。およそ30カ国が合計およそ70の南極観測基地を持っている。そのうちおよそ40は、 高級的、およそ30は、夏季限定の基地である。人口は、夏は、およそ4000人、冬はおよそ1000人である。ありがとうございます。